いいぞ、列車ごと破壊するチャンスだ。それ私にやらせてください。じゃーん、私なら一人で走行列車を無力化できます。おい、カビ。お前らを鍛えるのに国がいくら費用をかけたと思ってる。却下だ。確かに私はファルコたちなんかと違って逸材ですし、今後私のような優秀な選手は二度と現れないでしょう。しかもすごく可愛いし。ですが私が成功すれば800人のエルディア兵を失わずに済みます。失敗すれば一人の有望な戦士候補生と7本の手榴弾を失います。やはり私に800人のエルディア兵以上の価値があるとなれば仕方ありませんが、隊長殿がもし私を愛するあまり800の兵を捧げるということでした。わかった、行け。ダメだ、必ずや私が鎧を継ぐに値する戦士であることを証明してまいります。何をしてる。作戦成功のため今だけ腕章を外すことをお許しください。いいだろう。おい、誰か来る。一人で。女、それも子供、投降しに来るようだ。いや待て、エルディア人かもしれんだろう。しかし様子がおかしい。足かせを引きずっているぞ。近い、きっとエルディア人だ。巨人化する前に撃て。バカ言え、やるならお前のライフルだろう。くそ、なんだ。動かないぞ。構うな、撃て。ここだ。やりやがった。ガリアド、急げ。卑怯者ども、だからお前らを思い通りにさせてはならんのだ。やめ。